はい、どうもカッパ園長です。さて、じゃあ今度はね、またこいつか、もうホビクロ迷惑系反日、YouTuber ね、このホビクロソマリ、まあ何回か僕もチャンネル動画でね、お届けしましたけど、こいつなんか大阪でとっ捕まったらしいですね。まあ、なんかある日本人勇者が現れて、まあ、とっ捕まえて警察に突き出してくれたっていうね。この方は多分同じ YouTube やられてる方かな。なんか元自衛官の方らしいですよね。なんかとっ捕まえてくれそうですよね。まあ、実際にこのね、とっ捕まえてくれた、素晴らしいですよね。後藤武さんという方。令和の竹ちゃんチャンネルさんかな、チャンネル名はね。いや、素晴らしいですね。僕みたいな、このなんかね、チャンネルでこのブー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 たれるだけじゃなくて、実際に行動してね、とっちめてくれるあたりがすげえなと思いますけども。こういう行動力がある人ね、だってまさにこの日本のために、ね、日本なめんなよと、ね、面白半分に日本社会混乱させて、しかもそれを金儲けのネタに使ってんじゃねえよてめえっていうことでやっつけてくれたわけですよね。まあ警察に突き出して、ね、実際にどうなるかは分かりませんが、これめんどくさいのがさ、めんどくさいというかおかしいのがね、なんだろうな、この最初にこのね、このなんか炎上した時もそうでしたけど、そもそも日本側にこいつを使って、じゃあ一緒に一丁っていう感じでさ、ねえ、もともとこいつがアメリカかどっかからなんかこの一緒に来たやつら、取り巻きの連中だけじゃなくて、日本側にもなんかこいつと一緒になって面白半分にさ、この一緒にこのなんか、炎上ネタにじゃあ乗っかって、じゃあ一丁っていう感じの変ななんか日本側のこの仲間みたいなやつがいたじゃん。こういう状況がなんかもう理解不能なんだけどね。だから結局この、まあこいつはまあ反日売国勢とは言いませんが、ね、反日国家からやっぱりね、この現職の国会議員が乗り込んできて、堂々と日本でさ、反政府活動、反日活動をやれる。それはこの程度のこのね、反日愉快犯みたいなさ、ふざけたやから、いくらでもやりたい放題やれるに決まってるよな。だから上が緩みっぱなし、狂いっぱなしだから、やっぱりこんなのも、ね、次から次へとやっぱ出てくるよね。日本ってなんでこう対外的にこのなんかもう情けない、だからもう結局この政府とかこの自治体とかなんかこういう管理監督っていうかさ、この取り締まる側、何も機能してねえのはなんでなんだろうな。結局この有志でね、いやこのままじゃいけないと、冗談じゃないと、ね、立ち上がった勇者がたまたまいたから、この大阪でとっ捕まえることできただけで、何やってんだろうね本当に。いや、こういうのがだって結局ね、野放しになってやりたい放題、ね、この外国人に、ね、甘い顔し続けて、でどん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 エスカレートしてって、結局さ、ね、埼玉川口だってあんな調子でしょ。ね、遡ってみれば、ね、じゃあ半島から大陸から、ね、このグエンさんもどん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 よそからさ、ね、金ばらまきながら集めるだけ集めて、ね、何かあった時には何の責任も誰も取りやしない。ね、この痛い目見て泣きを、ね、泣き見るのは、ね、泣き寝入りさせられるのは我々日本国民だけ。おかしいよね、どう考えたってね。まあいいや、ちょっと内容見ましょうかね。この迷惑反日外国人、YouTuber ジョニー・ソマリまあ元自衛官のこの令和竹ちゃんチャンネルさんに、まあ、確保されたと。まあ、この管理人が、まあ、後藤武さんという方なのかな。まあ、ツイッターでなんかこの報告をね、してくださってたみたいで、日本が、ね、全国各地で配信しながら迷惑行為を繰り返すジョニー・ソマリという生き物を大阪で確保。生き物を大阪で確保日本国内で日本人に対する挑発行為をした代償だと。本当だよね。いや、もうだってこの国地域がね、違ってたらさ、ね、それこそもうギャング団みたいなのこのさらわれてさ、適当にこのバラバラにされて、ね、もされたりとかさ、沈められたりとか、ね、そんなんされてたっておかしくないわけだよ。いや、そうしろとは言いませんけど、そういう目にあってもおかしくないぐらいのふざけた真似をし続けてるってことですよね。だからこんなのとさ、一緒になって日本側にこのヘラヘラ面白半分にね、YouTuber だかなんだか知らねえけどもさ、ね、わけのわからん、なんかもう突然このなんかこうね、現地に乗り込んできて、ね、その場でなんかこのその場でたまたま知り合って、なんか急遽コラボ結成とかじゃねえと思うよな。なんか申し合わせたように、
今度日本に行くからさみたいな、こういうことやろうと思うんだけど、ね、よろしくみたいな感じでね、この日本側のこの受け入れ先みたいなこのやつが絶対いるわけだよね。うん、まあ、そういうのをまとめてもうなんかもう吊るし上げて始末できるようにならねえかな。うん、でもなんかこの映像をね、このいくつか見させてもらいましたけども、こいつ反省はしてないですよね。はい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 みたいな感じでヘラ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 なんか嘘笑い浮かべながらさ、うん、やっぱ舐め腐ってるよな。うん、でも一回やっぱりこのてめえの足でこの二度と立ち上がれないぐらいのこのなんか痛い目見ないとこういうのってわかんねえんだろうな。反日国家の反日野郎どもと変わんないよ。ね、なんかこの説明したって、ね、言ったってわかんないやつってやっぱ一定数いるじゃん。まあ丸ごとそういうやつらもいるんだけれども。そういうやつはそういうやつとしてね、淡々と対処するってことを日本側ももうなんか当たり前のように、ああはいはい、また来たか、パン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 って。そういうのが普通にやれるようにこうなんでならねえのかな。だから難しいのかね、そういうのね。うん、だからよくこれ捉えてくれましたよね、たけちゃんさん、すげえな。うん、でまあ日本国内でね、日本人に対するこの挑発行為した代償ですよと、ね、むしろなんかもうある意味優しさね、さっきも言ったようにこのギャングとかマフィアとかさね、それにこのかっさらわれてもう消されたって文句言えねえんだからさ、それをこのちゃんとこの警察に引き渡してくれたんだから、優しいとね、運が良かったと捉えるべきだよね、本当だったらね。うん、こんなもんで済まなかったかもしんねえんだから、本当だったら。でまあなんか我慢する日本人だけでなく、ね、なんかまあ日本人舐めるなとね、焼きを入れておいたと、直接制裁を下す日本人もいることを彼は知っただろうと。これがね、ちゃんとこのなんかもう文字通り伝わってればいいんですけども、絶対腹の中でね、はいはいはい、めんどくせえな、やれるもんならやってみたら、もうヘラ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 ニヤニヤしてんだよね、ずーっと。別に泣き叫んでるわけでもないしさ。うん、で、確保した後、まあ、警察に引き渡したと。うん、で、リトルボーイの迷惑配信者の、ジョニーは、心底震え上がっていたっていうから、まあこのカメラ回ってないところでは、うん、まあ面白半分ね、このなんかニヤニヤ嘘笑い浮かべていたわけではなかったのかもしれないですけども、まあこれに懲りて迷惑配信をやめて帰国しなさいっていうことですけどね。まあでも本当ボコボコにされてね、うん、足腰立たなくなるまでもうボッコボコにへこまされたっておかしくなかったんだからさね。うん、まあ随分優しいね、大人の対応をね、このしてくれたわけだから、もう本当二度と日本に来んなよと思いますけどもね。うん、でもね、こんなのともさ、なんかわけわかんないけど、このコラボじゃないけど一緒になってなんかね、うん、映像の中でこのなんかこの共演してるやつとか結構いるんですね。男も女もさ、いろいろこの調べると、ね、このジョニー・ソマリでググると結構いろんなの出てくるんですけども、神経疑うよな。日本バカにされてるんですよ。日本に唾吐きながら、ね、日本で金稼ぐって、そんなのもこの片棒担いでる正気の差だとは思えませんけどもね。うん、まあ二度と日本に来ないでくださいっていうところですよね。てか来させたらダメですよね。うん、今回は以上です。ありがとうございました。